初見さんいらっしゃい。楽しんでいってください。あ、パンツァフォー、こんばんは。楽しんでて。いらっしゃい。お、ノンタハートプレゼントありがとう。起きてんの？ 起きてたの？寝てると思ったわ。はい、ワドツ、みほちゃんいらっしゃい。なんかね、YouTube のね、チャンネルがね、バンになっちゃったんだよね。なんでかわかんないんだけど。全然意味わかんなくて、原因不明なんだよな。なんなんだろうな。ノンタって同棲してないよ、俺。同棲したいねっていうことをずっと言ってたんだけど、ちょっと難しそうだね。同棲はまだ先かな。はい、ワドツ、小田井さんいらっしゃい。 風邪はね、1週間ぐらい前にひいて、だいぶ良くなったけどね、痛かったけど、2日前は。まだ咳が残ってるね、痰が絡む。いや、わかんないんだよね、チャンネルがなくなっちゃったんだよね。チャンネルがなくなっちゃってさ、謎の現象だよ、謎の現象。タバコはやめないかな。タバコ好きなんだよね。バンになることなんかあんのかな。初詣行くかな。障害あるようには見えません。精神障害者に見えません。あ、そう？亡くなってるっしょ？一応ね、メールで問い合わせは何個か送っといた。ヘルプページみたいなのと問い合わせページみたいなのに。なってるでしょ。よくわかんないんだよね、これ。原因が全然わかんなくて 参っちゃうよね。
のんたん裁縫やろうよ。うん、度重なる違反、度重なる違反もね一回もないんだよ。うん、普通ね、あのこの動画はダメですよっていうのが来るの、これ違反してますよっていうのが。でそのアカウントがどん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 ダメになる、要は1週間バンとか3日バンみたいなもんで。だけどいきなりチャンネル削除だからおかしいんだよね。まあ仕方ないとは思ってるけど。新しいフォロワーさん、広瀬すずさんフォローありがとう。なんだろうね、全然わかんないんだよね、原因が全然わからない。多分バグかなんかだと思うんだよね。一応今あの運営さんに YouTube の運営とやり取りしてる。一緒にやろう、やり方教えて。あのズボン破けたから、あの彼女にね裁縫セット持ってきてもらって、今から縫います。 YouTube ね、せっかく150人ぐらい登録してくれてたのに、何なんだろう。これねズボンなんだけど、股の部分が破けちゃったんですよ。ここ股の部分なんだけど、ほら穴開いてるでしょ、ここがっつりお尻の穴のところ、お尻のここが。ハートプレゼントありがとう。ここ今から縫います。これ当て布買わないとダメなんだっけ。あ、本当に？出てんの？その他配信サイトも最近チェック多い。ん？何の話？その他配信サイトも、配信サイトも最近チェック多い。ごめん、わかんない。タクおはよう。タクいらっしゃい。何なんだろうね。でも規約違反になるようなことやってないと思うんだけどな。こういうのの場合は、伸びない素材だから、破けたの縫う、ここ、ごめん、音楽流れてるから。何？こういう感じで、なんかさ、恵比寿の刺繍みたいにバーって潰すこともできんの、見せたくないね。糸が赤しかない。糸赤でいい。どうすればいい？この下のやつ出すよ。いいよ、そこ座って。よいしょ。
はい、ここに置こうか。すごい裁縫セットだね。おう、あれ俺メガネどこやったっけ、見えねえコメント、えらいね、ノンタにやってもらう、自分でやるなんて。いや結構興味あるんだよね、裁縫とか好きなんだよね。ダメだ、こっからだとコメント見えねえわ。メガネ取ってくる。仲いいね。よいしょ。大きさこれくらい？だからこれくらいのサイズでいいんだ。こんばんは。色違いの裁縫箱持ってんだって。これ裏返せばいいの？ひっくり返す。こっち側から縫うの？このままでいい、ここの部分切っていい、うん、ほつれないよね。あーそっかそっか、うん、これを下から当てればいいの、うん、ニコ生じゃん、ニコ生だっけ知り合ったの、うん、でも FC2 も見に来てたよね。ごめんごめん聞こえない、見てない、うんうん、穴がね広がっちゃうんだよね、やっぱりこうピタッてやりたいの。当てないで、うん、あ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 、停止です。どうしようか、太めの糸でいい？え？太めの糸でいい？太めの糸でいいよ。聞こえてる？大丈夫、うん、明かり？あ、電気つけていいよ。あ、電気つけるしかないな。
三本？そう、糸が三本。ああ。ほつれちゃうね。その三本入ってるんだけど、バラバラになっちゃう。あ、ちゃんと最初に中から入れないんだ。三本。はい、引っ張って糸をずらして、こっち側に。糸をこっち側にずらして今。違う、糸じゃないや、針を。はい、ありがとう。え、こんなに短くていいの？うん。うん。あの、絡まっちゃうから。うん。ただ、うん。こうやって最初に。うん。同棲してないよ。こうやって。うん。くるくるってやって、こうでしょ。玉でしょ。うん、うん、俺ピンと貼っていいじゃん、綺麗にやりたいから。はい、え、なんで穴開けんの。あ、そういうことか。最初はいいよね、ジグザグ。どく、そうだね。もっと奥でしょ。そうそうそう。やっぱりあのピンって貼るやつ最初にやった方が良くない？じゃないと、ほら、あのギューってなっちゃうよ。あれを使うんじゃないの、先に。わかんない俺は。裁縫がわかんないからやったことない。で、あとで当て布の裏から、うん、うん、大きめにやるってこと。うん。難しいね。Thank you.
ちょい緩め、あ、ギリギリ、うん、こういう感じですか。ちょっと緩いな、引っ張っていい、気になるから。あ、これでやるんだね。ピーンって貼りたいの。うまくできてない。あ、失敗した。あ、え、そこ貼っといて。貼りたいんだけど貼れないんだよね。こんな感じ、うん、これでいい、うん、で、絞る、うん、あ、延長したい。ここにチェックボックスに入れて、これ締めればいいの。これどう、うん、いい、え、うん、うん、針は、あ、一回切らないダメだな、これ。どの辺、その辺でいいの、あの糸がほつれてないところから。あ、ほつれてる。もうちょい。この辺。はい。糸をやるときに平らにして、この針の。やってるやってるやってる。うん。やってるけどほつれちゃう。いや、下で潰してる。糸通し、ここにあるじゃん。違う、あったあった。塗っていけばいいの。これくらい？これくらい？うん。わかんないね。チャンネル削除の理由。こう塗っていくの。すごい手間かかるね。すごいね。これ自分でやったの、この前。すごいね。器用だね。すげえ面白いよね、でもね、
こうか。ここをこういうふうに巻いていく感じでやっても。ん？巻いていく？こう、こう。あ、そういうことか。言ってる意味がようやくわかった。それかっこいいね、確かに。一回、うん、一回これで止めちゃう。一回潰しちゃう。糸の長さが足りないわ。全然足りない。細かく細かくやるんだ。難しいなこれ。ああ、ああ糸が、糸が危ない。糸短すぎだわ。え？玉の目はできる？できない。やり方わかんない。あんまり短くやっちゃうと玉の目できない。これどうすればいい？くてもいいんだ。今縫ってます。最後さ、糸をライターで燃やせばいいんじゃん。糸ライター切れちゃう、溶けないかな。うん、麺だから。うん、2時間ぐらいかかる？もっとかかる？
のんたんちょっとお手本見せて。どういう風にするの？俺はここがもう真っ赤でぎあの恵比寿みたいにしたい。恵比寿の時はこういう風に最初の縁を取ってやったけど、うん、それをなしにしてギザギザにするか、うん、任せる。ここがもう糸でバーって新しい布ができれば俺はいい。うん、ちょっとやります。うん、ちょっとやってみて、お手本見せて。優しいよ。糸に糸を重ねるんだ。あ、重ねるんじゃなくて重なってるよ。これたまたま重ねてたけど、うん。重ならないように穴に重ならない穴にやると、うん、ただ糸がまた同じとこに出てきちゃうから、うん、こっち側に行くの？こっちじゃなくて、あ、こっちで。これやろうか。いや、あの、できるだけあの糸を節約してやるっていうか、うん、後ろもこう全面的になっちゃダメなの。うん、うん、ブロックしていいよ、うん、ブロックしていいよ。今度はここに倒して、うん、こういう風にする。多分アンチだよ。全然わかんねえな。
こっち側に向かってるってこと？あ、じゃあどっち側でもいいや。じゃあ反対側ね。この板の近く、今刺したところ。要は隣にこう行けばいいんでしょ？裏側を見ないとね、わかんないんだけど。いやだからこうぐるぐる回っていけばいいんでしょ？あ、それじゃダメだ。それじゃダメだ。ここの、うん、できるだけ近く、今やった近く。だから回転していってるんでしょ？違うの。え？回転していったら、うん、後ろも糸がこういう風に回転しちゃうから、うん、そうすると糸が倍かかっちゃう。うん。ちょっとじゃあ他のこれはやめといて、うん、他のもうちょっと平らなやつで説明するね。うん、こういう風に。うん、破けたジーパン縫ってもらってる。じゃあこっちに行くとして、でも見てる限りだと、え、細く円形に回ってるようにしか見えない。要はここ糸と糸の幅だよね、この分の、うん、そしたら今度、うん、ちょっとずらして、うん、この辺から、あ、ここじゃダメなんだ。え、ここだと糸がまた出てきちゃう場合があるから、同じ穴に刺すと出てきちゃうっていうこと分かる？あ、分かった、ちょっとやらして。アルゴリズムが分かったから、こう来たらこう来たら次はここに行くんでしょ、この辺。あ、違う違う、この隙間、ここ、そう、ここ、うん、え、じゃあちょっと他のでやってみるね。うん、こう行ったら次どこ行くの？そうそう、うん、そしたらどこ行くの？ちょっとおかしいでしょこれ。原理を説明すればきっと多分。どっか行けたのか。さっき最後。ちょっと裏を見てみて。このほら。裏はほら、こういう風には縫われてないでしょ。うん、ジグザグ。これにはランダムに縫ってるようにしか見えない、うん、だからその、今ちょっとその場所にやったから、その風に。それでやってみてよ、それで。え、これも表と裏が見えないと原理が分かんないから、俺は。初コメありがとう。法則性が見えないんだよ、この縫い方から。いいと思うよ。
風船プレゼントありがとう。縦に行くの？いや別に横でも大丈夫。うん。ちょっと待って。うんうん。したら次は、うん、このちょっと、うん、うん。うん？うん。うん。で、うん。こいつ。でもそれってさ。うんうん、いいよ。で、次は今度またちょっと行って、この隙間を埋めていくように。なくてここの真ん中に出すんじゃないの。でこことここじゃないの。その理論だと。でもそれって潰す縫い方じゃん。今この糸のほつれをなくそうっていうことじゃなかった。キヨタン花火ありがとう。ここをまずぐるーっとここ縁を縫おう。そうやりたいの。じゃあそうやるって最初言ってたんじゃん。糸をまず潰してその後ここ赤く塗りつぶそうって言ってなかった。それはこれをやる状態でこういう風にやってからっていう、うん、でそれはまあいいやってことになって、ちょっと待ってね。削除なんでされたかわかんねえわ。そしたらここでしょ。要は 1.5 倍で縫っていくんでしょ。 1.5 の乱数でいくよ。見て、うん、こうでこっからこうでこの間だからこういってこうで横のこうこう見てねえじゃん。
うん。それで長さが不揃いにならない、この糸の幅の。糸の幅の長さがもう不揃いじゃん。ここの幅とここの幅が不揃いじゃん。あ、それを合わせて。え？今だから法則でしょ。うん。うん、で？で今度はここに来て、うん。真ん中に行くの？真ん中？俺のイメージだとこう行くのか、だって こっちに行っちゃうとこっちに行くのかこっちに行くのか分かんなくなるじゃん。どこに向かってるのこの糸は。法則性なくない？こっからこう入って、そしたら今度ここに、これ本当に法則性あるの？適当にやってるだけじゃないの？法則性ある。どういう形になるのか教えて、じゃあ最終的に。最終的に？うん。五手先。五手先？これ適当にやってるでしょ、モンタ。適当にしか見えないんだけど、俺は。もう一回じゃなくていいの、その数字で教えてほしいの、要はここはここから縫うとこうなってこうなるよっていう、こういうアルゴリズムがあるよっていうのを教えてもらいたいの。じゃあここからこう縫って、うん、1点目でしょ。そう、2点目、うん、で線ができるよね、うん、で左に行くの右に行くの。俺のさっきの理屈だとここに、こっちかここに行くはずなんだよ、ノンタンの話だと。隣の穴に行くっていうノンタは言ってた。うん。それでじゃなくて、俺は分かんないからそのノンタ。ああ。でこう。うん。こう行く。うん。だよね、うん、だからそれだとこう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 って埋めていくことができるのよ、こういうふうに。
それを言ってんの俺は。ノンタのさっきの理論だから真ん中に寄っていくから収束しちゃうんだって。こうだから法則性がないよって。こう行ってこう行って。そしたら間真ん中にどんどん間が隙間ができていくよ。ほら。でそしたらノンタの理論のこっから出るはずの糸一本分開けて。でしょ？そうすると隙間ができるんだよ。ん？そっから出たら内側に向かっちゃうんだよ。やっぱアルゴリズムないじゃんこれ、この縫い方。あるんだけどおかしいな。でしょ？こうでしょ？こうでしょ？うん。で、こうでしょ？こうでしょ？今どっちか、こっちから来たからこっちか。そしたら1本分でここに来るんでしょ、うん、そこまでは分かんのよ。絵で描いていい？そしたら真ん中が太くて 1.5 はみ出たジグザグになってくるの。それを半分折り返したところでもう一回重ねていくっていうのは理屈は合うのよ。言ってる意味分かる？その後どうすんのよ。そしたら今度ここの隙間ができるから、こう、うん、で反対側に入れんので、こう来て、うん、うん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 、でで今度こっち側に、そこ？できるだけ近くの横。うんうん。こっちか。こっち来て。同じ穴に通したっていいの？同じ穴じゃない。近く？うん、もうそしたら隙間ができない。これって斜めのパターンでこうなっていくパターンだよ。わかる？今の縫い方ってこういう風に縫われてくんだよ。あ、じゃあ図式で書くと、うん、全く法則性ないよ、ノンタやってること。頭の中ではわかるんだけど、いえ、何パターンのアルゴリズムなの？何段階で法則性が一周するの？そしたらノンタンの理屈だと反対側のこっち側に出るのよ。1,2,3 で行く、行ってるの、ノンタンは。紙？紙なんかない、どっかに。1でしょ。そうすると左の横に2で下に引くのよ。2、そしたら反対側に糸1本分が入って3で上に行ってんだよ、ノンタンは。そう、そっから
要は裏の糸を少なくするってことだよね。2で上だよね。で俺ね、絶対違うと思うよ。飲んだ貸してごらん。こういうふうになりたいわけなんでしょ、だから。いや、なりたいわけじゃなくて、飲んだんが言い始めたことに理屈が合ってないっていうことをずっと指摘してんのよ。法則性がないから縫えないって言ってんの。で、それだったら、俺だったら横に、そのまま横にスライドしてずらさないの。違うよ、貸してパターン作るわ自分で。裏側の糸を少なくすればいいんでしょ、要は。でバーって刻んでいけばいいんでしょ。12でしょ。そしたら123かな。で45678910とか、こういう感じじゃダメなの。そしたら同じ口に入ってる。何が？全然裏のパターン違うよ。大きくやりなよ、大きく。わざと分かりやすく。じゃあそうじゃなくて、幅をあえて大きくやんの。下にしないよ。下の方に行く場合はどうやって縫っていくの？下にバーって行きたい場合。え？下にバーって行きたい。違う。だからこういう幅の糸があると、布があるとすんじゃん。そしたらどこでスタートして、どう方向を向かって、どういう風に縫っていくのか全く分かんないんだって。丸とかあるわけ。で、こうやって、そしたら、半分開けてこう縫って、したらまた半分開けてこう縫って、で、大体こんぐらいになったら、今度半分こう戻っていく。こう縫って、じゃあ、だったらね、だったら俺が言うのは、さっきから言ってんのはね、のんたん話聞いて、こうあるとすんじゃん、この面が。だったら俺だったらだよ、このパターンこうだとすんじゃん、こうでもいいや、こうね。だったらまず、こう縫うじゃん。そしたらこう縫うじゃん、こう縫うじゃん、こう縫うじゃんって降りてきちゃうの。これだったら陸図上裏の糸は引くでしょ、でこう上がっていくと、わかる？でこういくじゃん、でここで折り返した時にこうやってやっていけばいいだけじゃないのって言いたいの。それをずらしていって、こうやってしたら埋まってくんじゃないのっていうことを言ってんのよ、さっきから。それだったら理屈一緒じゃん、わかる？でも波形は斜めになるよ、糸の。なんていうんだろう、なんか刺繍って色を変えたりとかしてるから、この範囲、この範囲、この範囲とかでやっていくから、なんだろう、その範囲が
小さくなってんのね、普通。うん。でこうしたらこうなって、ただ今度半分返して。でっかいので新しいのでやって、4パターン目で詰みなんだって、ノンタンのだと詰みでしょ、だって先がないんだもん、パターンに発展性がないんだって。なんでそれが分かんないのか分かんないのよ俺は。見えない見えない左手、うん、そこまで分かんの、こうこうでしょ。で、あ、ノンタンのだと左側に行ってたの今までは。なんでそこ、そっから糸出ないでしょ。もう一回書いて、最初から見えてなかったから。1でしょ、で2で2だよね、2で、のんたんの場合は左の左に3で入ってたの、さっきは。違う違う、そう、そこのこの幅分で3で上に行ってたの。正しいやり方教えてよ。違う、ノンタンがやったのはこう、ノンタンがやったの教えるよ。1、2って言ったでしょ、そしたら3って言ったの、そしたら4って言ったので、5って言ったの、もう訳わかんないよっつったの、これが。うん、なんで長さが変わるなと。やっぱ分かってないでしょ。あ、全然いいよ。あ、違う。こっから来たら、うん、違う、こうだ。隣ね。うん。ちょっとずらして隣ね。で、そうしたら上に行くの、今度は。で、今度こう来たら。うん。あ、そう。この、じゃあこう半分ずつ。だからさっき言ったじゃん、ほら見ろ。だから俺が言ってる理論はそうじゃん、俺が言ってんのに正しかったじゃん。だから1でしょ、で隣の半分 1.5 で2ね、そしたら 1.5 で 3.5 で4ってやっていったら埋まるじゃん、わかる。でこういって、ここで折り返した時に今度はこっからこういけるじゃん、わかる。1.5 でこうこうって、こうじゃないのってずっと聞いてたじゃん、こう。違うの、このパターンは。そうなのかよ、もう。
シャツ？シャツ作れんの？うん？え？大丈夫？大丈夫？ワドフィーシャツ。ワドフィー？どれ？おお、かっこいい。何それ、超かっこいい。すげえじゃん。すげえ。どうしたのそれ。かっこいい、かっこいい。ボタン付け替えて、うん、今ステッチ。へえ、すごいすごい、かっこいい。一緒にやろうよ。無理すんなよ。初めての経験だからな。家庭科以来なんだけど。家庭科の授業を思い出すわ。いや、こういうの好きなんだよ、俺。好きなんだけど。ちゃんとパターンとか覚えたい。裏は見てみるといいよ。いい。適当にガンガンやることにしよう。時間がもったいない。俺が縫ったら俺がパターンだから、うん、俺がルールだから。変な糸出てきたんだけど、なんと切ってくんね、これ。あれルール来た。
いや、ルール俺だから。ボリュームつけても俺のヘッドホンに聞こえるだけだよ。要はこういうことでしょ。うまくできてるでしょ。うん、悔しいだろ、悔しいだろ。え？ノンタも俺もすぐムキになる性格だからね。俺が。そうそう。出たがりだから。はい。本当はそろそろ玉結び。玉結び練習して。痛っ。短くてできない。もっと長くやってくんね、のんた。どうやってやんだっけ。で、なんかこれすごいな、ぐちゃぐちゃになってる。うん、ここにどうすんの、出てんの。あ、じゃあこれはもういいや、外しちゃって。うん。
3本あるから、うん、これで、うん、松葉じゃないの、松葉じゃない、あのツバメの下切るやつ、あった、いた、これこれ、こいつどっから出てきたんだ、長いと欲しい、なんかいいのください、いいよ、あれ針がない、刺した、さっき俺が使ってたやつ、アイワード2、仕事サボるさんいらっしゃい、今刺繍をしてます、穴開いたズボン縫ってます、超長くしてほしいけどそれくらいでいい、うん、パフェありがとう、刺繍って難しいんだね、日本文、うん、ノンタンはね俺の服作ってる、日本文ってなんだろう、ジーパンの穴開いた部分をつないでる、うん、一位専務さん、バガプレゼントありがとうバガプレゼントありがとう、うん、裁縫枠です、ハートプレゼントありがとう、糸はこれ3本、3本糸です、神社クッキーありがとう、あああありがとう、みんなアイテムありがとうございます、これでも裁縫たまさは楽しいわ、俺の乙女心がねキュンキュンする、俺の中に流れる乙女心は火を吹くぜ、いや俺乙女だから、裁縫楽しいな、女の子に生まれたかったな、マジで、女に生まれたかった、いい奥さんになれると思わない、あーカリパさんのお店の泥酔懐かしいな、それよくまっすぐにしてから、うん、それを取って、うん、
ありがとう。短い方がいいや。こんばんは、あやかいらっしゃい。久しぶりじゃない？クリスマスぶりじゃない？クリスマス閲覧めちゃめちゃ少なかったんだけど、なんだかんだみんなリア充だな。びっくりしたよ俺。なんだかんだみんなやることやってんだな。初見さんいらっしゃい。YouTube 見ました。ありがとうございます。クリスマスいっぱい配信したよ。うん。でもね、なんかね、YouTube がバンになっちゃったんだよね。なんでか知んないけど。意味わかんねえ。マジで。俺とリスナーさんの思い出が消えた。なんかチャンネル削除にされちゃったんだよね。なんでかわかんないけど。150人も登録あったのに。
刺繍って大変だな。いや、めっちゃ楽しい。痩せるよ。二人とも凝り性、なんかね、性格そっくりだよ、俺と。私の寺の住職、原付バイクよ、情けないわ。俺とね、のんたんそっくり、性格。ねえ、のんたん。ほんと似てるよね。頑固なところもそっくりだよね。バイドットあやか、図工さんのんたん、のんたん。譲り合い？譲り合い？ね、事件が起きるから。うん。雨さん裁縫楽しいよね。最近コースターとか作ったよ。へえ。おはよう靴下さん、ボーリング上手カップル。モンパンボーリングうまかったよね。図工さん、和道グッズ発送しましたのメールが来たからね。でも届くの年明けになりそうだな。早く来たい。ああ、年明けか。可能性、まあそうなるよね。ん、和道グッズ年明けに届くって。だんだんのんたんの言ってた意味が分かったな。ランダムでいいんだ。なんとなく分かってきた。のんたんが言ってた意味。あ、うん。要は裏が小さい点がいっぱいになればいいってことでしょ。うん、分かってきた。ランダムでいいんだ。そういうことね。そうすると糸が無駄にならないってことか。
仲いいよ。さや0218時のママさん、こんばんは。こんばんは。ワイドットあやか、図工さん老夫婦みたいで素敵だね。誰が老夫婦じゃ。おはよう靴下さん、キングスライム見せて。キングスライムめんどくさい。あ、あーやばい、針がない。お菊さん、あら答えたわ、私嬉しいわ。さや0218時のママさん、なんかコンツイキャス見たけどすごいやれてた大手さんたち。なんで誰大手って。広瀬すずさん、結婚はしないんですか。キャスに大手なんかいない。名言だ。お前何してたんだよってキレられたけど、その後ごめんねって DM くれたサメちゃん優しい。サメちゃん優しいよ。おはよう靴下さん大手、サメちゃんわら。ママさんな、ボーベンジョさん、キムバエサトミなんかあったみたいで、バレてました。アメさん、サメちゃんノンタンのことすごく感じがいいって褒めてたよ。あー、タバコ火つけっぱだった、あぶね。そうだよ。おはよう靴下さん、そうだねわら。カズさん、サメ島さんのんたんま可愛いって言ってたよ。おーおーと。
おきくさんやばいわ、目から血が出てきたわ、大変だわ。仕事納めはいつですか？おはよう。そうそう、冬休みだから、うん、仕事納め今日だったんだけど寝坊した。そしたらもう来年でいいよって言われた。アメさん1年間お疲れ様でした。お疲れい。お疲れ様。みんなどんな一年だった？俺は激動の一年だったよ、今年も。騙されまくった。アメさん今年は体のいろんなところが痛い年でした。健康って大切ですね。あー、健康大事だよね。人に騙されるやつってさ、あの言いたいんだけどさ、あのなんでそんな簡単に人を信じるんだろうな。お人よしなんだと思う。大丈夫だわ、垂れ流しとくわ。変えたわら。浩平さんシュールな配信やな。浩平さんいらっしゃい。カズさん上司に怒られすぎて仕事辞めたいと思った一年でした。上司に怒られる。やだね。辛いよね。よくさ、愛があって人のことを怒るとか言うけど、あれ嘘だよね。ムカついたから怒ってるだけだよね。俺絶対そうだと思ってるんだ。あのね、怒るのにね、かっこいい理由なんかないよ。あれはね、切れたから切れたって言った方がいいよ。あ、なんか大変なことになってた。どうしよう。あ、ダメだ、アウティです。仕事サボる 3WWWW そうだと思う。いや、こっち側で終わりでしょ。なんかがいっぱい巻き込んでるわ。あー、これやっぱ切って、どうすればいいんだっけ。これ
どうすればいい？これ。なんかやっぱこれ巻き込んじゃうな、この青いやつ。うん、これ止めたいの、ここで。どうすんだっけ。お菊さん、私は愛があるから住職から雑巾で顔拭かれたわ。うん、雑巾で顔拭かれた、ひどいな。浩平さん、パフェもらえたで。パフェ、あ、パフェありがとうございます。ひよたんさん、怒る人って嫌われるんだよね。怒る人で本当に愛情があったら、あの、エミーさんこんばんは、伝わるけど、怒るっていうのは基本的、その怒ってるから怒ってるのであって、相手を良くしようとかそういう気持ちじゃないと思うよ。ムカつくから怒るんだって正々堂々言った方がかっこいいと思う、大人として。俺はお前が嫌いだとかさ、うん、その方が俺はしっくりくるね。エミーさん、風船をプレゼントしました。あ、風船ありがとう、エミちゃん。どう先生、これが1回目でこれが2回目。あ、こっち綺麗。こっち綺麗、うんうん、こんな感じです。今ここの、ここ横にビッて穴が開いてんだけど、ここをジグザグ縫ってる、こんな感じです。糸くだせ。短めのやつね。おはよう、靴下さん、サメちゃんは愛があるもんだわら。サメ島さん、サメ島さんはなんか怒るのに理由つけないじゃん。ゾウさんは同じ年齢かな。一個上、サメ島さんが。ゴミの85年生まれですね。大量のゴミが発生したって言われてる。85年生まれ。日本に大量のね、ゴミのような男の子がいっぱい生まれた。ひよたんさん、かずみちさんのいつでも自然体ってすごいと思うよ。あめさん、そうなの、わらわらわら。自然体かな、どうだろうね。まあ、昔は作ってたけどね。ひろいさん、横にいる人は誰？誰だと思う？誰でしょう。おはよう、靴下さん、ゴミ、バツ方は。
裁縫楽しすぎるんだけど、ずっとやってられるねこれ、うん、だってさ、こんな楽しいことずっとやってていい奥さんだねって言われるでしょ、意味わかんないでしょ、うん、遊びじゃん、遊びだよねこれ、完全に楽しい遊びだよね。ワイドットあやか、不幸さん方や首痛くないの、うん、全然痛くない、大丈夫だよ、全然痛くないよ、超楽しいわ。菊さん、この前女子大生が寺に来て私のお菊見た瞬間にこんな顔で驚いて逃げていったわ、失礼だわ。ヒロイさん、マミーかずみちったとしたら仲良し親子すぎだろ、わっと。カズさん、雑談もいいけど作業しながらまったり雑談好きだわ。結構楽しいよ、うん、お菊さん夫婦おはよう、靴下さん、サムネ拭いたわら。ひよたんさん、浅井さんに天才だって言われた和道さん、本当にそうだと思うよ、天才派だって割と試練の道。俺天才かな、自分子供の頃は天才だと思ってたけど、大人になったら凡人だなと思ってるよね。あのね、本当の天才って努力の天才なんだよ。努力をね、努力だと思わない人が俺は天才だと思ってる。そうなりたいね。どんなジャンルでもいいから。物事に集中できる能力。ヘルツ以外にいい店あったら教えて。ベルルッティ。ベルルッティ。高いよ。菊さん天才だわ、素敵だわよ。ベルルッティですかね。もともと靴のブランドなんだけど、財布が欲しいね、ベルルッティの。長財布がいいのあるんすよ。カウントダウンはどこかでかける。カウントダウン、カウントダウンで何、あの年越しのカウントダウン、どうしようかね。一緒に入れれば俺はどこいても楽しいからいいけど。のんたんちで遊ぶ、うん、うん、お菊さんペロペロッティなのね、ふふ。買いだめ？神棚。神棚か。仕事サボるさん、正月は配信しまくるの。うん、まあ配信するだろうね。努力してるよ。和道さんは努力家でもあるよ。努力家ではないよ。配信しまくるのよ、俺は。うん、稼ぎたい。のんたん実家だね。おはよう、靴下さん、カウントダウンはサメちゃんにとつ。いや、誕生日にプレゼント届けに行こうかなと思ってるけど。誕生日？うん。
仕事サボる三ノンタン連れてお出かけしないの。君さんエッチの時だけ敬語舐めてもいいですか。効果あったよ、ありがとう。ああ、よかったでしょ、効果あったでしょ、ありがとう。ビビさんどうも。そう、うまくないのんた、ほら。あ、ケンジでしょ、うまいでしょ。こういうことでしょ、のんたんが言いたかったことって。カズさんチャンネル消されたの。うん、チャンネル消えた、なんか多分なんか裏はね、なんかジーパンの方の糸が絡まっちゃって、それどころじゃない。はい、のんたん裏お願いします、チェック。ほらできてるでしょ。これをどうすんだっけ、これを。長いのがいい、飲んだ。長くていい。切れた、うん、こんなに余っていいの。できてきたよ。だんだん穴が半分ぐらいかな。半分ぐらい。いいね。おはよう靴下さん、おとといの水にゃんの四つで見た。俺が水にゃんとか見ると思う？呪いの時間は終わるわ、消えるわね、ふふふふ、いひひひ。はい、おきくお疲れ。ん？クソ？何が？水クソ？子供だからな、俺からしたら。キッズだよね。キッズ向けだよね。ひよたんさん、またね。またね。ああいうの子供たちでやってればいいんだ。ミズニャンクソ面白いわーって言うわけないでしょ、うん、絶対ないから悪いけど。取るのはコメントだからな。うん、
ねえ。メント大事だよね。BGM がいい感じの子守歌寝ちゃう。初見です。初見さんいらっしゃい。将来洋服屋さんやろうか。T シャツ1枚5万円とかぼったくりのさ、クソハンドメイドだって言い張ってさ、超ぼったくりの店作ろうぜ。高円寺で。あー、なんか引っかかった。最悪、頭になっちゃったの。どうすればいいのかな、これどうしよう。思いっきり引っ張るしかないかな。引っ張ったら裏側に行くんだよ。あ、行った。ありがとう。無理やりだったな今のは。広井さん高円寺ってワット。
高円寺、高円寺は高円寺だよ。この前外配信やったんだよ。楽しかったよね。高円寺いいね。高円寺に住もうか。南三金市長。ペットかね。高円寺意外と高いんだよね。人気だからさ。隣とかにすればいいんじゃない？高円寺の隣？それも高円寺じゃないじゃん。それ荻窪だよ。なんか荻窪ってダサいよね。ダサいよね。なんだろうね。なんでだろうね。荻窪に住んでますって言わないよね。西東京って言っちゃうよね。なんだろうね。あ、取れた。どうしようか。広井さん、阿佐ヶ谷か西荻にしとけ。安いよね。あれは、じゃあ、あの三角のやつあれば大丈夫。でも糸がもうほつれてんだよね。あの糸通し。自由だからね。何者にも縛られてないから、ね。それを許してくれる和道リスナーがすごいよね。こんなクソ配信でさ、合計1000人見てると思うとゾッとするもん俺。うん、手作り和道グッズ販売、手作りですから一番ね。いや俺ね、グッズを作るよりも和道が身につけてたものが欲しいって言われるような男になりたい。わかる？なんかマイケル・ジャクソンの革ジャンとかさ、数億円とかしたりするんだ。そういう感じの男になりたい。そう、死後ね。有名だから1000人超えは普通じゃないですか。いやいやいや、俺あれだよ、5ヶ月前アクティブゼロだったから。明日を気にせず配信できるね。そうだね、8連休だからね。明日から8連休。わかんないよ、ずっと再放してるかもしんないよ。ウケない。あいつら正月配信企画やらないでずっと再放やってたわつって、アホだなっつって。うん。始めちゃう。ああ終わっ、ああぐっちゃぐちゃだ。これ糸大丈夫かな？うん。なんかバラバラになってきた。うん。大丈夫だ。大丈夫だ。
予定はないの。何も考えてなかったね、年末ね。何も考えてないっす。大掃除。大掃除だね、うん。どうやってやんだっけ。難しかったんだよな。どうやってやんだっけ。ここをこう。こういうこと？2週ぐらい ?3 週 ?3 行くわ。で、で。どうすんの？あられちゃんさん、こんばんは。何を作っているんですか？ん？で、こう。で、ここ止めて。無理じゃない？お、できた、できた。え、作ってんじゃなくて、あの、ジーパンに穴が開いたから、新しいジーパン買えないから、縫ってるの。裁縫。ここ股の部分が破けるじゃん。で今縫ってるの。ここ裁縫赤色でジーパン。これが前なんだけど、ここのお股の部分が破けたから、お股の部分糸、これこれか、うん、ありがとう。裁縫めっちゃ楽しいわ。女子力上がったね。また女子力上がったね。乙女度、俺の乙女心がキュンキュンしてるから。乙女心が止まんねえぜ。うえ。ああ、これ子供の時からちゃんとやりたかったな。そしたら一流の洋服屋さんになれたかもしれない。またを赤でやったら生理みたいにならないか。生理みたいになるけど、まあ俺のイメージカラーだからしょうがないかなと思って。それのんたんにも言われた。股を赤くするっていうセンスどうなのっていう感じだよね。激烈ね。だけどそこはね、和道レッドだからね。和道っつったら赤でしょ。でもこれでね、愛着湧くよね。世界で1個のジーパンになるからね。既製品じゃなくなるからね。うん？それも結構いじったの？最初全然慣れてなかった。へえ。一箇所ね、崩れ始めたらどん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 崩れる。収集つかない。でもさ、これさ、刺繍をずっとやってったらさ、永遠と着ることできないの。無限。無限だよ。無限にできないのかな。まあ、生地がもう傷んできちゃう。無理か。そしたらね、永遠に同じ服着れるの。最後の方、原型とどめてないでしょ。これ何色だったっけみたいな。原型とどめてないから。うん。そういうのでもいいよね。好きだよ。これもらったやつだから。あ、そうなんだ。気に入ってる。うん。
なんだっけ、湯沢屋だっけ、布の、うん、湯沢屋でジーパンの生地とか売ってんの？売ってる？じゃあ今度買ってパッチワークしようかな、うん、俺もハマりそう、裁縫いい趣味ができたね。こうさ、なんつうの、釣りとかもそうなんだけど、実用的で、そのなんつうの、その身に役に立つ趣味っていいよね。なんか生きることと直結してるさ、趣味ってあるな。釣りだったら魚が、うまい魚を釣る能力とかっていいじゃん。晩ご飯のおかずが豊かになるじゃん。そういうね、なんか例えば裁縫だったらさ、着てるものを直せるとかさ、こういうの好き。バージョンアップしていくね、どんどん。うん。やっていくうちに。ね。そうなんだよね、作品って生きるってことだからね、本来アートってそういうことだと思うよ俺。私の生き方だからね。ね、世界で一個のもの、島地さんパフェをプレゼントしました。パフェありがとうございます。パフェありがとう、島地さん。かっこいい、ファイナルファンタジーのあれか、黒魔法使いか。デザインがいいよな、普遍的だよね。
楽天の解読シャツがな、こんなにおしゃれ。うん、楽天のお買い得なの。かっこいいじゃん、なんか可愛くなった。重要だよね、服は。でも生地が全てだよね。これをこうやってやって、でこうか。できた。2周だな、3周やりすぎだわ。糸ください。きれいにしよう。クリーン、糸がくっついてる。あ、シャリンって言わなかった。大丈夫。今その黒い、黒この辺の黒のやつなんだけど、シャリーンって聞こえた。いいね。いいね、いいね。あと3回ぐらいで一通りはできるけど、もうちょっとカスタムするわ、俺。かっこいいじゃん。ほら。本当だ。かっこいいじゃん。かっこよくない？赤。長めで長めにお願いします。楽しいね、なんかいいね。楽しいわ、心が落ち着く。いいな、刺繍楽しいな。楽しいんだろうね、絶対。これは楽しいよ、ばあちゃん。ハマるわ、孫のために。
孫はかっこ悪いっつって、残念な世の中だぜ。まあセンスがないとな、やっぱりな。そう。みんな次とか当てちゃうからね。そうそうそう、ダメだよね。でも俺のばあちゃんが言ってたよ。なんか。広瀬すずさん何を作ってるの？ジーパン縫ってんの。あのさ、ばあちゃんがさ、なんかあの昔パッチワーク流行った時期あったじゃん昔。その時に私たちはあんなことやりたくなくてやってたのに、なんで今の若い子たちはこんなのを新品で買うんだって言って怒ってて、うん、そういうもんなのかと。ボロ切れを継ぎはぎしてみんなで服作ってたんだって言って、うん、え？うん、でも期限は一緒なんじゃないのこれ。その服がないからっていう理由じゃないの、わかんないけど。え？布がなかった。ああ。作るんじゃないんだよな、直してるんだよな。そこがいいんだよな。直すっていいわ。そう、俺らは作ってるんじゃない、直してるんだよ。それがいいね。カスタムだ。工場。一枚一枚匠の技で手作り。こうやってゆっくり生きるっていうこともいいよね。Thank you.
抜けた糸が。カズさん仕事してると時間を気にして生きてるっていうより生かされてる感じが強くなる。仕事って本来は生きるためにやることなのにね、なんか金稼ぐことみたいになっちゃってるもんね。わけわかんないよね。人の命よりお金が大事とかも狂ってるよね。狂気だよ、狂気。俺は動物みたいに生きたいね。はい、ワードツー。ん？どうした？ん？え？自然のままに感じて、感じるだけ、考えない。ひたすら感じ続ける。考えない。笑ったり泣いたり喜んだり、考えることはね、大体良くないことだから。考えた答え出たことないんだもん俺。それ頭が悪いだけなんじゃないのっていうね。残念だ。カズミチライフさんはどつ。はい、ワドライフさんいらっしゃい。ワドライフさんではね、ハッチいらっしゃい。ワドライフって書いてある。ショウさん、花火をプレゼントしました。花火を、お前ブロックな。考えるな、感じろと誰かが言ってたな。ん？ Don't think, don't feel. ブルース・リーさんですね。ブルース・リー 大先生ですね。ブルース・リー青さんではないよな。ブルース・リーさんだよね。紛らわしいよね。リー。リーさん。よし！ブルースのリーさんだよね。
心さん顔やっぱり似てますね。やっぱりの意味がわかんないけど、やっぱり顔似てるねって言われたけど、やっぱりの意味がわかんない。うん、俺とのんたんが顔似てるって。似てないと思うけど、雰囲気似てるかな。でもさ、老夫婦って似るよね。あれいいよね、なんかね、そっくりになるよね。してると相手の癖を知らぬ間にして似てくる。代わりに喋るから。喋るやつはダメなやつだから、喋りなんか上手くなんなくたっていいんだよ。ハッチアットマークひねもすかずみちライフさん、風船10個をプレゼントしました。風船10個ありがとう、あざーす。ハッチアットマークひねもすかずみちライフさん、風船10個をプレゼントしました。ありがとう、ハッチありがとう。ひねもすかずみちライフさん、風船10個をプレゼントしました。ありがとう。カズさん、イカ臭い話また聞きたいな。そうだね、イカ臭い話やろうね。ライフさん、風船10個をプレゼントしました。またやろうね、イカ臭い話。ワルリューズのイカ臭い話。ゴールデンもやりたいな。和道の威嚇祭話ゴールデン。ゴールデン。東京武道館でやる。威嚇祭話を100人の芸人が朝まで語り尽くす。スペシャル番組。
え？何？ユージになっちゃったの最近。ああ、高見さん。どう飲んだの？上手？ちょっとここは浮いてるから後で直すけど。どう？治ったね、ほつれが。うん。ああ、こんな感じになってきました。ジーパンがこう、お股の部分が 赤くなってます。かっけえ、かっけえ。針がなんか少ないけど、刺してたよね。針減ってない？うん、大丈夫。これ6本になってるから、うん、要は自分の針の長さにこうやってやって、うん、で3本3本に下がる。絡まりそう、怖い。いいね、かっこいいね。
え、そんな可愛くなんだね。飾り？かわいいね。はい、ボタンの位置ずらしたの。
なんで6のままじゃなくて3にするの？なんで、え？太すぎる。太すぎる。うん？カズさんのんたん、香川さんのどこが好きなの？のんたん、香川さんのどこ好きなの？だって、面白いところだって。チルダ、何してるんですか？ピンクさん、どうも。あのね、Gパンが穴開いたから直してます。縫ってる、裁縫してます。穴開いた部分を赤い糸で縫ってます。
ん YouTube のチャンネルが何だって。ああ、なんかチャンネルがね、なんか削除されちゃったんだよね。なんでか原因が分かってないんだけど。YouTube のチャンネルなくなっちゃったよ。さんが一生懸命アップロード寝ないで毎日毎日アップロードしてたの。マジ謎だよね。投げれずすみません。ああ全然いいよ、うん、アイテムはあのスマホで見てたらアイテムプレゼントボックスのボタンを押すとアイテムを送ることができて、でそこでアイテム持ってないと購入しませんかっていう案内が出るよ。キャスのアイテムと一緒だね。
どうかな、どうかな、完成でいいかな。まだやった方がいいかな。大丈夫、どうかな、これみんな、これ肩外し、できた。何時間かかった？ 3 時間3時間俺ずっとこれやってたの。アホだね、アホ、すごいね。こんな感じです。ジーパンがダッサーダッセーダッセーな。このお尻の部分がちょっと赤くなってます。お尻のお股の部分、お股の部分がちょっと赤くなってます。ハッチアットマークひねもすかずみちらい、履いてみる。ちょっと待って、履いてくるね。わかんないし、後ろから見てもわかんないよね。ここまでやってもわかんないから。大丈夫だ、大丈夫だね。ハッチアットマークひねもすかずみちライブさん、目立たないわら。ここここここです、ここうん、大丈夫だね。よし、完成。これ裏を切ればいいの。それのんたにお願いし、やる、最後に、まあ、切った。
行けばいいの、うん、え聞こえない、何ギリギリできんなかった、ギリギリできんないの、うん、このまま使えるね、ステッチになっちゃうのか、ギリギリ切ったらダメ、なんで、完成しました、完成です。でもこれさ、和道ってさ白く書いて縫っていったら面白いね、なんとかなるもんだな、うん、これ何年履いてんの、10年、うん、10年持つんだ、はい、刺繍でジーパンの穴を直しました、いいね、なんとかなるもんだな、刺繍箱いいね、え何、裁縫箱いいね、いやなんだよ、おきくがフォローしやがった、あ新しいフォロワーさん紹介します、おきくさんありがとうございます、ゆうがかったさんありがとうございます、一専務さん新しいフォロワーさんありがとうございます、相原さんありがとうございます、マダナさんありがとう、いらないの抱えちゃったな、配信では見せられない。
おお、すごいね。あ、え、もう4時だって。もう4時だってよ。びっくりしちゃう今。俺夜の10時ぐらいだと思ってた。そんなわけねえか。うん、はい、ありがとう、のんたん。楽しかった。すげえよな。俺過集中なんだよね。時間忘れちゃうんだよな。なるほど。30分ぐらいの間隔だわ。3時間縫い続けてた。ハッチアットマークひねもつかずみちライフさん、見てる人が凝視してないと目立たないかな。 W 股間、いや目立つ目立つ目立つよ。あのっていうか多分股だから、なんつうんだろうな、お尻がここにあるじゃん。後ろからじゃ見えないし前からも見えないの。だからなんつうんだろう、体あぐらかいてて、ちょっとあれなんか血がついてるよみたいな感じだと思う。あぐらかいて初めてわかるぐらいだと思うよ。前で普通に履いてたらわかんない。で、あぐらかいて初めてなんか赤いのついてるよみたいな。あ、これみたいな。こいつら刺繍だよ、つって。なんでそんなとこに刺繍したんみたいな。かっこいいからだよ、って。和道だからだよ、って。でももう反対側も破れるから、反対側も刺繍しないとね。本で破れたら。こっち側破れそうじゃない、うん。俺またから破けんだよね。またから。そうそうそう。スクワットが多分原因だと思う、これ。でもジーパンってまたからだよね、普通。膝から行く？俺膝から破けたことない。あ、膝からもあるけど、ほぼまたからだね。必ず一番最初に破けんのまた。凝視しないとっていうか、視覚的に多分ね見えない、うん、もうほんと股間の股間だから。じゃあ一回終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。おつです。ありがとうね。おつおつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。